ディオミュージックエクスチェンジチャンネルのご覧の皆さん、今日は本当にありがとうございました。今日じゃないか、ちょっと一回ですか、ごめんなさい。そうですよね。ディオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、メイビスレーヌです。あれ、どうですか、今日はディオにメイビスレーヌとして初めて出演したんですけど、感想どうですか。ステージ広くて、ね、広いところでやるのは初めてだったので結構楽しかったですね。そうですね、はい、うん、めっちゃ緊張してました。そう、緊張したけどすごい楽しいライブでした。うん、今日はトークテーマが思い出に残っている旅行先はということで、あのまだ私たちできて今日のライブが2回目のすごい生まれたてのバンドなので、ピヨピヨバンドなのでまだ遠征とか行ったことないんですけど、夏にちょっと大阪に行く、遠征の予定が決まってたり、これからどんどんいろんなところに行ってライブしていきたいなと思ってるので、皆さんと一緒にいろんなところに旅行気分でライブしに行けたらいいなっていうふうに思ってます。何か、はい、そして告知がございます。5月の27日、土曜日、新宿クラブサイエンスにて、メイビスレーヌ3回目のライブなんですけれども、初めての主催を行わせていただきます。イエーイ。はい、他のバンドさんたちもね、すごく素敵なバンドさんたちばかり集まってくださっていますので、ぜひぜひそちらもお越しくだされば嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、メイビスレーヌでした。ありがとうございました。ありがとうございました。